敵やばい。あのライン9の白馬屋っていう方に向かいたいと思います。あ、できました。こっち、ここから1キロぐらい歩いて行きます。南米館のある店は結構あるんですけど、今日ちょっと疲れてるんで、とりあえずね、今日は宿に戻って休みたいなと思います。来ました。ここは今回の宿ですね。はじめに泊まるルームズホステル。ルームズホステル。あ、ほら。十一俺の。キッチンがあって、これトイレとか、トイレとシャワー、本当に乾燥。いいですね。ルーフめちゃくちゃ綺麗。ここにも部屋があるんですね、一つ。朝ですね。昨日も本当疲れすぎて、すぐベッドで寝ちゃって10時間ぐらい寝て今起きました。今ね、朝の5時なんですけど、今日からね、メキシコ、いろいろね、メキシコシティをまず観光していきたいなというふうに思います。それで行ってみましょう。ショーザイフ。改めてね、メキシコ、まあ、今日ね、もう9時間、10時間寝たんでね、元気バッチリですよ。今日早速、今日からね、メキシコをいろいろ見ていきたいなと思います。メキシコシティをね、いろいろ散策してみたいなと思います。あの、ママの日みたいなね、母の日みたいなのがあります。うわ、こうやって、メイン倉庫あって、結構ね、何でもある。あ、メキシコシティは栄えてますね。一帯がね、メキシコ公園っていうところらしいですね。すごい大きい。どこまでね、行ってもメトロさんが30円なんですよね。6ペソしかかからないんですけど、まあでもせっかくならね、歩けるところはね、歩いていきたいなというふうに思います。久しぶりのセブンイレブンね、昨日ね、空港のセブンイレブンちょっと映すことできなかったんで、ね、ここ入ってみたいなと思います。いろいろこう安いってきます。こんな感じでね、シャンプーとかもあるんで、3点これだけ 6.5 ぐらいみたいな。セブンブランドが10ペソですね、1個。これ2個で18とかね。オリンピーでも38ペソ。ここに、いろんな感じもあるんですよ。焼肉とか。これは、ドパンとおにぎり。照り焼きとか、ツナマヨ。ツナ。せっかくなんで、ちょっとツナマヨ買ってますか。ちょっと高いですね、でも170円ぐらい。ソロキュールアメリカーノ、アメリカーノ、いい、そう、チコ、メリアメじゃない。あ、チコですね。よろしくお願いします。コーヒー結構量はね、日本のやつより多いかもね。 L サイズぐらいの大きさもあるかもしれないですね。おにぎりもこれなんか番号が書いてあって123ですね。12、難しい、23、そうだね、日本のやつよりね、すごい海苔もパリパリで、ご飯もなんか日本の米よりもすごいカクカクになってるというか。いただきます。ツナマヨ、なんかツナマヨの中になんか硬いのが入ってるなと思ったら、ツナマヨの中にゴマみたいなのが入ってて、米は結構
グッと詰まって、日本の米って結構ふわふわしてる感じあると思うんですけど、ガッてぐしゃって固めた感じの機械でガッて凝縮させた感じのやつなんで、重さも結構ありますね。生フィニッシュはマヨ感が少ないかなっていう感じするんですけど、なんかこれがこう海外で食べれる、メキシコで食べれるって考えたら結構いいんじゃないかなと思いますね。めちゃくちゃ美味しい、セブンイレブン、あざす。また機会があればね、セブンイレブン、違うセブンイレブンも寄ってね、違うものも食べてみたいなって思いますね。今のところね、もう結構治安が悪いとかっていうのは一切感じなくて、まあ、観光地っていうのもあるんでしょうけど、もうすごい過ごしやすそうな、ただ車とかはすごいんで、この時間帯ちょうど今7時まあ8時9時ぐらいなんですけど、この時間はもう通勤ラッシュですごい渋滞らしいんでね、で移動するときはまあなんか交通手段をいろいろ考えながらね、時間帯とか交通手段考えながら移動するのが大切だなというふうに思います。いらっしゃい。でもね、ちょっとゴミ箱が少ないですね。これ捨てたいんですけど、捨てる場所はない。もうディスカウントストア、ちょっと行ってみましょうか。これかな。お、ありましたね。これはフリーソープとかシャンプーとか。ブランドは有名じゃないですけど、結構ある。見ていきましょうか。どうかな。ここ1個 9.10 ペソぐらい。ちっちゃいやつが2個で15ペソ。やっぱセブンの、ね、あの水は結構安かったなと思いますけど、1リットルですかね、1つ。お菓子もいろいろありますね。1個14とか。有名ブランドはやっぱりないですかね、ディスカウントと。いいもあります。25とかか、安いですよね。150イーグルとか、すげえバリエーションがね、豊か。チョコレートとかね、シリアルとかもカラフルで面白いですね。その要素面白い。トキオ、そう、東京でスペイン語ではトキオって言うんですよ。トキオ、ジャニーズのグループのトキオ。マジこういうやつまで売ってね、めっちゃここでこのディスカウントストアで何でも買えますから。値段もそんな高くないし、まあ有名ブランドみたいなものを探してる人はダメですけど、ブランドとかは何でもよくて使えればいいみたいな感じだったら、ここで十分だと思います。とりあえずね、ちょっとシャンプーとか欲しかったんで、これを買おうかな。いらっしゃいます。大体ね、25ペソスでした。交差用というのはなくて、車と同じ方向、車の同じ信号を見て、青だったら渡る、赤だったら止まるという感じでね、移動するみたいですね。メルカド、メデジン。結構ね、やっぱメデジンって書いてるだけあって、コロンビアのものとか、結構輸入品みたいなの結構置いてあるらしいですね。コマエスタース、コマエスタース、ショコザライフです。で、今日からね、今日の動画から、次回からかな、次回からメキシコについての動画をね、こう上げていこうかなっていうふうに思うんですけど、ビバメヒコってことで、まあ、この旅自体ね、私のスペイン語、語学力、スペイン語力アップっていうのが結構メインなものになるんですけど、まあ、それと同時に、まあ、いろんな人たちと出会って、その人との出会いっていうのをすごい大切にね、旅していきたいなというふうに思っています。ただお金はないんでね、すごい格安旅になるんで、いわゆるなんだろう、公共交通機関を使わずに歩きで行きますぜとか、でも食べ物にはそれなりにお金使ってもしょうがないかなみたいな、旅行の仕方をしていこうかなというふうに思うんで、
まあ、自分のねこのお金が尽きるまで、旅したいなと思うんで、ぜひ、そのような旅をこれからしたいなって思う方はね、ぜひ参考にしてもらえればいいんじゃないかなというふうに思います。それを言ってみましょう。ショーゴズライフ第2形態に入ったんですけど、まあ、本当に客引きとか一切ないですね。これもメキコっぽいですね。こういうのもティファナ行った時真ん中に入れたのありました。僕で73だから420円、結構安いですね。普通に綺麗なお店でも朝食で一番安いやつで500円くらいで食えるみたいな、結構いいですね。むしろ朝のセブンイレブンがめちゃくちゃ高かった。おにぎりが高かったですね。ここはね、メインストリートになります。まあ、ハイブランドっていうハイブランドはたっぷり皆さんないですけど、でもまあ多分それなりに値段が張るものが多いところだと思いますね。日本でいう表参道みたいな、カルバンクレインみたいな、カレンケインみたいな、あれ、いろいろあります。多くて、なんか何十店舗もあるんですよね。それだけあってもね、需要があるっていうことなんでしょうかね。こっちの人はこういうドレスみたいなのを着る機会が多い。建物は1847年からあるみたいですね。すごい歴史がある、うん、めちゃくちゃ綺麗なんで、多分修復されたりしてるんだと思うんですけどね。ちょっとここがメキシコシティで一番中心的な感じかな。まあ、そのシティもそうですね。とりあえずね、歩いてみましょう。メトロポリタン大聖堂、入場料無料だし、入ってみましょう。フラッシュはダメらしいんですけど、あの撮影するのは、ね、OK みたいなんで、ね、ちょっと撮影しましょう。帽子はダメらしいですね。生徒の裏合わせて、これは結構ね、いいお店があったりして高級な感じ、ね、テンプロマヨール、ね、ドローンはね、禁止らしいです、テンプロマヨール、アステカ文明の高校的なその展示品っていうのが展示されている博物館になりますね。すごい、ここ博物館。でもここメキシコっぽいですね。商店だめ、踊りたくなってきた。俺のメガネが汚いんか、実際に汚いんかわかんないですけど、これね、あれっすね、コロナとか関係なくてマスクつけるべきの場所な気がしますね、これ。あ、メガネをさっき拭いたんですよ。なんか、映像じゃわかんないかな。すげえ汚い。
高いっすよ。めちゃくちゃ警察いるんですよ。ブーブーの人生でメキシコ人の安全はね、これで守られてるというふうに思いました。はい、はい、そろそろね、そろそろなんか食えみたいな意見が出てくると思うんですけど、まあ、ちょっとね、写真撮影ダメだったんで、お店とか映ってなかったんですけど、マンゴー、なんとかマンゴーっていうのを買いました。40ソルでしょ、ね、なんか手数料入れて41ソルって。いただきます。うわ、シャリシャリしてる。辛いのね、好きとは知ってましたけどね、もう何でもマンゴージュースにまで唐辛子を辛いのを入れちゃうっていうね、なんか甘い甘さの後に辛みがバッとくる感じで、いやちょっと腹が心配なんですけど、まあでもね、とりあえずまあこのメニュー自体は美味しいと思います、うん、日本で受けるかって言ったら多分受けないと思うんですけど、でも普通に美味しい。食う商材メキシコシティにある日本のね、なんかスーパーマーケットで行ってみたいなのがあるんですけど、これ、傘で抹茶、もうちょっと待ってね、51ショット入る300円、コーヒーありますよ、中国とか韓国のものが意外と多かったりするんですけど、ここは本当に日本のものが多い感じですね。日本っぽいお寿司じゃないですけど、握りとかも31、セブンより安いですね。山本山本うどんとかもただって85とか結構安いですよね。このマンサニータソウルっていうものを買いました。ちょっとね、興味深いだ。ここでね、ここでいろんなメニューがあるよ。あのお兄さんからおすすめをね、聞いたんですけど、ちょっとよくわかんないけど、この中のやついろいろありましたね。これタコスの5ピースね、いただきます。ね、いただきます。あれで48ペソでした。いやもうめちゃくちゃ辛かったけど美味しかった。はいね、今は1日目が、ね、こう終わったわけで、1日目終わったんですけど、まあ、今日こうずっとねメキシコシティ歩いて屋台とかいろいろ見てて、一番安いね屋台がいくらなのかっていうのね
タコスがいくらなのかってことが分かりました。5ピースで5個で40ペソっていうところが一番多分安いですね。で今日はもうそこら辺もうお腹空いちゃったんで夕飯をなんか食べようと思ってその今自分が泊まってる宿の周りを歩いてたんですけど、そこに5個で40っていうのがなくて結局5個で48ペソっていうところで食べました。まあ美味しかったんですけど、味はすごい美味しかったけど、まあ、ソースとかも自分で結構ビュッフェスタイルでなんか具材肉以外肉はもう乗っけてくれるんですけど乗けてくれるんですけど、それ以外のなんか焼き玉ねぎだったりとか、まあ、ちょっとした野菜だったりとかソースっていうのは自分で選んでこうバンバンでトッピングしていく感じなんで、ちょっとね、まあ、難しい、初めてやったんで難しかったんですけど、まあ、2回目からね、まあ、あの感じの見た目があの感じのやつだったらうまいなみたいなのね分かってきたんで、まあ、これをね、まあ、これからどんどんそういうのも分かってくるなと思うんで楽しみですね。あとまあ値段、場所によっての値段の違いっていうのもまあいろいろこれで分かるかなというふうに思います。しょうづらい、どうでした？美味しかったですね。なんかアップルサイダーとかね、そう飲んだことあると思うんですけど、あんまり日本じゃねこういうふうに売ってないですよね、ペットボトルとかでも。マンサニータソルですけど、めちゃくちゃ美味しかったです。宇宙と交信する。あのメインの道はね、あんだけ人が行くのに